はい、どうも、白滝です。今回の動画は、明日にイベントが更新されるということで、明日イベ予想。で、セレクション開催起点キャンペーン、まあ、21日撮影しているんですけれども、まあ、そのね、投票のね、どこが一番多いのか、そして、まあ、どこの球団で引くべきなのか、まあ、それらについての解説。で、後半戦はね、久しぶりに、まあ、ランク戦ちょっとだけね、やっていこうかなと思います。まあ、よければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、まあ、明日のね、更新が楽しみであるという方、まあ、ぜひとも高評価の方よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。まずはじめに話していく内容が、イベントの予想をしていきたいんですけれども、7月25日にホームランダービーが終了します。こちらお知らせ、7月25日月曜の14時59分まで。で、明日のね、イベントを更新する上で重要な情報が、こちらセレクションの開催期間。セレクションのね、開催期間としてはこちらに書かれているのかな。開催期間が2022年7月29日金曜の12時59分まで、この1時に終了する場合は、1時にメンテナンス、で、2時間のメンテナンスがあって、15時にイベントが更新されます。この25日からイベントが開始されて、まあ、29日のメンテナンスに合わせたイベントが、まあ、明日からね、登場してくるんじゃないのかなと考えています。で、25日から29日は4日間ということで、まあ、4日間のね、イベントがまさに登場してくると予想をしました。明日から4日間のイベントが開催されると予想していまして、4日間開催のイベントはあるのか、これはね、一つしかありません。そのイベント名がプロスビーマーケット、最終更新が2月28日になっています。まあ、このね、2月28日に開催されたプロスピマーケットの開催期間も調べたんですけれども、4日間で開催されていました。まあ、25日から29日、まあ、ぴったしね、4日間で開催できるイベントが、まあ、このマーケットしかないということで、明日からのイベントは、プロスピマーケットが登場すると予想しました。まあ、皆さんのね、意見に関しては、まあ、ぜひともコメント欄で書いてもらえればなと思います。続いて、セレクション開催記念キャンペーンの、まあ、情報についてね、話していこうかなと。再びお知らせの方に来まして、こちらね、セレクション開催記念キャンペーン。で、内容がですね、投票アイテム。まあ、投票したね、票数が一番多かったアイテムが、後日配布されます。で、1個目が S ランク契約書1枚。2個目が S ラン確率 30% 契約書が4枚。で、3個目が S ラン確率 10% の自チーム契約書が10枚。で、4個目が S ラン限界突破コーチが1枚。これらのアイテムがね、後日、まあ、投票数多かったアイテムが後日配布されるんですけれども、撮影日が21日になります。まあ、21日ね、取らないといけない理由があるということで、21日撮影日。で、この21日の結果なんですけれども、今 S ラン契約書が 18.4%。2個目の S ラン確率 30% が 10.2%、 3個目の S ラン確率 10%、 自チーム契約書が 60.7%、 S ラン限界突破コーチが 10.7% と、まあ、ダントツでね、3番目の、まあ、アイテムのね、配布を望んでいる方が多いということで、まあ、これはもう決まったの同然じゃないのかなと思います。まあ、一応ね、期間としては7月26日火曜日までなんですけれども、まあ、決まったんじゃないのかなと。で、この S ラン確率 10% 自チーム契約書、まあ、後日配布されると思うんですけれども、まあ、どこで引くべきなのか、これについてね、ちょっと話していこうかなと思います。3個目のアイテム、S ラン確率 10%、まあ、10% ということで、まあ、GA とね、考えてもらえればなと思います。まあ、どこの球団で引くべきなのか、これに関しては、まあ、スピリーグ勢かな。まあ、スピリーグ勢の方で、楽天で、出場する、まあ、ソフトバンクで出場する、阪神で出場するという方は、まあ、その球団のね、まあ、自チーム枠を引いてください。まあ、スピリーグ勢に関してはね、かなり強化できるんじゃないのかなと思います。まあ、これはさね、スピリーグ前に配布されるというね、まあ、ことを前提に、話しているんですけれども、まあ、さすがにコナミさんもこのね、3番目の投票数が多いということで、まあ、スピリーグ前にはね、配布してくるんじゃないのかなと思います。もしもスピリーグ後にこのね、自チーム契約書配布した場合は、まあ、結構あれはしないんですけれども、まあ、ちょっとってねなってしまうんじゃないのかなと思います。まあ、多分スピリーグ前にはね、配布してくれるんじゃないのかなと。で、12球団勢はどこで引くべきなのか、これは限界突破したい、選手の球団で引いてください。
まあ、例えば、オリックスで話していきたいんですけれども、まあ、エキサイティングプレイヤーで、山本由伸投手が登場しました。で、山本由伸投手の限界突破要因を、ね、獲得したいという方は、オリックスで引いてください。まあ、これはね、本当ユーザー次第で変わってくるので、まあ、その S ランクの選手を所持している、まあ、その所持している選手を限界突破したい、球団で引いてください。で、まあ、ロッテでね、見ていきたいんですけれども、まあ、最近ね、セレクションで佐々木朗希選手が登場。まあ、佐々木朗希選手の限界突破要因を集めたいのであれば、ロッテで引いてください。まあ、ロッテね、こちら佐々木朗希選手登場しています。まあ、石川選手の限界突破要因が欲しい方は、まあ、石川選手を狙って、まあ、ロッテ枠で引いていってください。まあ、これはユーザー次第になってくるので、まあ、あなたのね、そのボックス見てもらいまして、まあ、限界突破したい球団で引いてもらえればなと思います。はい、ということで最後ね、まあ、ちょっとだけ久しぶりにランク戦やっていこうかなと思います。まあ、自分はね、SP リーグ阪神で参加しようと思っていまして、見てくださいこのオーダー。まあ、ちょっとね、阪神全員 OB の選手になってしまうんですよ。レフトが金本さんで、掛布さん、鳥谷さん、真由美さん、バーンさん、城島さん、いや、ほぼほぼ OB やんっていう。で、ライトに佐藤さんで、近本さんね、これセンター A バージョンになります。で、ライト DH がね、糸井選手。まあ、多分ね、阪神純正の方一番糸井さんが、まあ、ほとんどなんじゃないのかなと。で、まあ、糸井さんね、SP解放しました。まあ、3800はね、ちょっとしないかな。この後、7月、8月ぐらいに、まあ、スピリッツプラス100上がって、3900、今最大が3800なので、今してしまうとね、もったいない。まあ、3900上がった時に、プラス200アップするので、そこでね、やっていこうかなと思います。まあ、打順はこんな感じかな。いや、でもね、このもしSPリーグ、まあ、出場することはないんですけれども、もしね、あの予選になったら阪神の選手だけなんで、現役の選手だけなんでね、まあ、これは結構難しいんですよ。糸井さん、バーンさん、金本さん、掛布さん、佐藤さん、近本さん、城島さん、鳥谷さん、真由美さん、まあ、こういった打順でね、やっていこうかなと思います。で、投手はこちら、藤波さん、スアレスさん、青柳さん、メッセンジャーさん、西さん、まあ、エグサさんがね、最近追加されて、まあ、藤川さんおるんでね、結構阪神ね、難しいと思う。まあ、でも藤川さんそんなに連投することはないので、まあ、当初はね、こういった感じでやっていこうかなと思います。ということで、今7連勝中、よろしくお願いします。相手和田さんということはソフトバンク純正かな、どうなんやろ。いや、このダルチャレのね、リボンかっこいいね。よろしくお願いします。まあ、投手とね、打者、まあ、カットカットしながらちょっといいところ見せていこうかなと。いや、大谷さん来ました。ランク戦ね、その何やろ、もう猛者の方やってないよね、ランク戦。あー、やばい、これは。あ、スワレスさんね、最後ツーシームね、2021の方かな、スイッチバージョンはね、ツーシーム、上方向のツーシームなんですけれども、プロスピだけね、横方向なんですよ。最後にちょっと球種変更してほしかったな、スワレスさん。ツーシーム、ドリスさんがツーシーム来てたんですけど、持っていたんですけど、シルエットなんで使えないんですよ。スアレスさんね、このストレートが速いんで、ストレート、ツーシーム、スプリット。これをね、投げ分けるのがめちゃめちゃ重要。結構強いんですよ、横通。横通意外に強いっていう。もう一個三振。これで三振でしょう。三球三振。よし、OK。ライト、佐藤さん、OK。辛い。やっぱね、糸井さん、打ちやすい。まあ、日ハム、オリックス、阪神と、まあ、いろんな球団あるんですけれども、まあ、糸井さんはね、打ちやすいよ。オッケー、糸井さん。広角ついてるんじゃないのかなという。広角ついてないんですけれども、糸井さん強い、やっぱり。とりあえず強い。来ました、バースさん。いや。よーし、オッケー。抜けた。さあ、掛布さん行こう。掛布さん、まあ、OB 結構頼ってしまうからね、阪神純正。どうして、これ落ちたでしょう。さあ、佐藤さん行こう。セレクションね、ちょっと、そのライト適正が C、D なんで、ツーシーム。タイピンついてないよね。アニバーずっと限界突破かな。え、今の入ってる？結構入ってないでしょ。球審誰？いや、佐藤さんホームラン投手7月打ってないけど、よーし、センター前。岩本さんね、アンダーソン投手が打ってたら多分記録1位だったよね。よーし、 OK。 あー、前進守備。おー、走る走る、誰？
あ、ジョージ・マッケンジーさん行こう。小島さんプルヒついてないんで引っ張ればホームラン。あ、やばい。あー、やってしまった。ということでラスト行こう。安心。お、え、青木選手これいつのバージョン、めっちゃ古い。あ、写真変更してるだけか。え、これ多分2016とか15でしょ。結構古いよ青木さん。ストレートでゴリ押し、ゴリ押しストレート強いんでね、スアレスさん。よーし、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。